コンバッチー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで連続シリーズ企画第2弾、ジャンプ作品でチームを作ろう、やっていきたいと思います。前回第1回ではコチカメのカイパンデカ、そして鬼滅の刃のネズコを作成しました。今回は第2回ハンターハンターと僕のヒーローアカデミアのキャラを作成したいと思います。2作品とも有名ではあるんですが、読んだこと見たことはあまりありません。なので簡単に情報を調べてきました。この企画のルール、注意事項は字幕を出しておきますので、そちらをご確認ください。それでは早速ハンターハンターのキャラクター、主人公のゴンを作成していきましょう。右投げ右打ちの一塁手、フォームはオープンスタンスの9、好きな球団は西武で行きたいと思います。そして今回持ってくアイテムなのですが、ゴンさんと言ったらパワーでしょ。パワー型。そしてハンター試験を受けるということで、プロ入り、この2枚で今回は行きたいと思います。それでは頑張って作りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン。星90、パワーちょっと低めですが、弾道が2といいでしょう。で、ガンダイって一気に変えれます。あるね、いい。そして宝箱、ただ一気に変えれますね。タイミングが一番悪いですね。まさかの現在総力と、それはちょっち辛いんですが、頑張って動いていきましょうか。さあ、ヒーリングを持ってこい。はい、神ガンディ、オッケー。もうこれは勝ちだ、勝ちゲーだ。あ、待ってよ、そうなったらここでずっと待っててもいいな。パワーに変わんのな、動かねえな。中国産のヒーリングだなこれ。ということで、まあちょっとね、ハンターハンターの話もしていくと、ハンターハンターは僕映画をね、一作品見たことがね、劇場に足を運んで、あるナイスパワー、ゴンさん最高、あるんですけども、クラピカだったかな、特殊な目をしてるっていうので高く売れるみたいな。なかなかね、ハンターハンターそのもの、漫画もアニメも見たことのない人間からすると難しい話だったんだけれども、まあ面白かったですね。ハンターハンターってさ、結構熱血的なファンが多いイメージ。会社の上司とか後輩とかにめちゃくちゃ好きなね、うわーお現象いて人がいまして、ハンターハンターが救済すると、富樫先生が漫画を書かない、うわー回復量ひどいな、なったら半泣きでね、話をしてきた、そんな覚えがあります。アイテム祭り、あ、これダメだ、これはダメだ、回復量が望めないステージだ。サクッと終わろう。でもうね、ヒーリングもね、プロ入りも欲しいのあるんでね、ガンダーもね、避けていきましょう。さあ、なんだい、パワーか、偉人伝パワー比意外性、ホーム突入、まあまあなんかどっちもね、パワー型っぽい感じはありますね。どうせだったらな、山川さんとかね、おかわりくんとかね、そういう選手に会っておきたいんですけれども、富樫さんすぐ連載休止するからね、頑張ってほしいわ。でもそれでもね、人気な作品待ってるっていうのはね、やっぱファンの中でもね、期待値がすごいんだろうね。で、これはちょっとさすがに変えられないな。ファーストだからね、肩はいらんもんね。さあ、あって基本能力、総力、そして矢部くんがおるね。矢部くんもらって、総力プラ7もらい、ヘスラが入る。さあ、どこだい、そこか、そこか。はい、迷った時は右に行く、これはクラピカ理論だ。これはね、よく聞いたことのね、ある話なんだけれども、なんか人間は、困った時、迷った時は左に行く傾向があるみたいで、それを、まあ、逆に、上肩、逆の発想から左に行かないで右に行くと。マジ？カレンさん動いて、それはダメよ、ダメダメ。ちょっと待って、これロックオンされるか。吹っ飛ばしとかないもんな。でもな、次のステージ行きたいもんな。パワーは高いが。はい、止まる。止まるからの1234。読んでいって5回復じゃ意味ねえもんな。じゃあやめましょう。
焼きまん食んなよ。オッケー。ミートが26はやばいね。そして今回ね、プロ入りを持っているので安心してゴールはできるんだけど、怖っ。ゴールはできるんですが、今回ねオープンスタンス9にした理由、ゴンと言ったらね、僕の中ではゴン中山さんのイメージがすごい強くて、ゴン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 、タンスにゴンゴンじゃなくて、守備あーんパワーを S にのけておきたい。ここに1個しかないか。うん、いけるでしょう。ナイス。で基本能力の、あー広角打法いいな、欲しいな。降ってくる、どこよ、マジか。いや下来い下来い、そっちかい、そっちかい。基本能力ナイスパワー、オッケー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 。青いさーん、そうオープンスタンスの Q にしたのはゴン中山さんのイメージから、Q をね、背番号 Q をつけましたと、そんな感じです。真上だが、これこっちに、あ違うな、こっちだな、こっちに行くが跳ね返ってどう行くかだな。下にね行って取りたいマスあまりね正直ないので、それであればワンチャン青い狙いましょうか。これで多分跳ね返ってくると思うんだ。跳ね返ってこないんかい。やる気やる気やる気。赤青、いやー一発回復、ドンドンドンと、ドンドンドドドン。プロ入りで、あー青い戻ってきてる。でも結局ね回復しなかったらね、1しかなかったので、あと一歩しか動けなかったのでダメですね。それでもゴンさん素晴らしいファーストできたと思います。それでは各種設定いってきましょう。はい、各種設定しきました。顔設定、背番号は2、それと誕生日は7月7日七夕です。ということでいかがだったでしょうか。ゴンさんロマンあふれる超パワー型、意外性の使い道教えてください。あとパワー比が入ったら面白かったでしょうか。なかなか面白い能力になったと思います。それでは後半戦、僕のヒーローアカデミア、通称ヒロアカ、爆豪勝木作成いきましょう。右投げ右打ちの投手、フォームは名前から爆速をイメージ、木場くん。好きな球団は巨人でいきたいと思います。そして今回持ち込むカードは木場くんをイメージ、球が速く先発型ということで、球速強化そしてスタミナ強化、この強化系2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、初期値星42、シンカーが2と、球速やや遅だけども、スタミナいいでしょう。で同じ球種か、大竹さん緩急ね。とりあえず赤おにぎりは嫌なので回避していく。コントロールマイナス、おお結構痛いぞ。でも大丈夫、コントロールはね、悪くても今日はね大丈夫です。スタミナ緩急いいよ、ナイス。よし、これはいい感じだ。変化球が減少、爆豪さん減少ですね。ちょっとねなかなか減少引かれるとヒーリング持っていないので辛いんですが、ここで回復よしからのもう一丁、宮国さんでリリースじゃないと。ノリノリいいね、ノリノリはいいと思う、ナイス。これで減少引いたら逆に病気だからね、ノリノリ中にねハイになってしまう。ナイスいいね、回復3連続かな、やるじゃん。で球速が着火、おおよー、またまた回復、素晴らしい。ヒーリングがない時こそハテナ運は上がるんだ。さあなんだかんだで球速もねあまり上げられていないのよ。うわーシャッフルがここか、ここか、それはシャッフルできねえやつ、どうするよ。まあ、あー先こっち行けばよかったな、もったいないことしたな。いや違う違う違う、こっち今行ってここで赤を通りつつのこうよ、赤通る必要なかったなね。いやでもここ通りたかったらね、今のを通りたかったからこその動きと言い訳をしておく。Q
休息強化、いやー休息スタミナ強化、まあいつもだったらね、うわヒーリングがーというところなんですけども、持ってないのは落とせないんだぜ、許す。シュート、どうせだったらファスト系がね欲しかった、だけども大丈夫だ。ここで回復を引いていく、ナイス。そしてここで休息を引いていく、スタミナ、あ、オッケーオッケー、いいねいいね、先発型にね、おー強い、あいい、すごくいい、ノリノリきた。これ2段階もろたで駆動だ、せやかて駆動だぜ。はい、よし、いいね、これよ。で今ねコナン君のね、情報というかね話をしたんですけども、あれは、サンデーだったかね、なんだけども、お、またか、はい、2段階いかないか。ヒロアカのね話をしておくと、ヒロアカはチヤホヤ、あ強いわ、全然ね見たことがないんですけども、土曜日の5時半からねやってますよね。コナン君の前にやってるっていうのはね知っています。ただそれ以上のね情報はなく、調べたところこの爆豪さん、声優さんが岡本さんということでね、イケメンのね声優さん、なかなかいいんじゃないの、シンカーシンカーちょっちまっち。で守君を書く、変化球ロストで第二変化が1になることってね、なかなかねありえないというかね、ひどいのでね辛いぜ。はい、余裕、これは動けねえだろ。まあ、動くんだろうけども、なかなかね、動く機会はなさそうだ。正規力。お、いいね。先発型になってきている。あとは休息。あとは休息を上げていきたい。はい。落とす？チア落ち。チア落ち。で、9プラ4。伸び入らないか。ナイス回復。これはカレンさんしんどいぜ。はい、これはもうゲッツだね。菅野さん、うわー、俺は菅野さんが苦手だ。マシソンと菅野、本当にね、投手得能をね、くれないんだよね。よし、ナイス回復。輝け！来たー！言えば来る。お、第二変化か。でも結局2だからな、進化な。で、しっかりと、高橋さん、脱散惜しいね。これ、緩急のみだと辛い。ごめん、バント待ったわ。タイピン、おー、まあ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 、許しましょうか。これは取って、野球マンの登場がちょっと怖いかも。二段階いかない。あー、やっぱ来るか。葵は一番今ね、爆光さんの中ではありがたいんだけど、1。来た。素晴らしい。カレンさんと同じとこにね、入り込んでますね。じゃあ、危な。いただきましょう。超ギリじゃん。うわー、これなかなかいいピッチャー。498。いや、500ジャストですね、今。爆豪さん、これはエースになったぜ。これゴールまで遠いな。どうだ、いけるか。1、2、3、あ、1、2、3、4、5、6、7で回復して、ここだな、こっちだな。それしかね、生きる道はない。そんなことはないけども、勝負をするならば。ナイスからの変化球ロスト、痛えよ痛えよ。なんでそんな赤で変化球ロストするんだよ。1、2、3、会えるんか、会えるんか。動き続けろ、止まるんじゃねえぞ。制球力、うわ強、これガチ強じゃん。ガチムチ爆豪さんや。あーやべえ、それはつれえ。あー、しかも動かなかった。やべ、動かなかったのはまずい。いやーマジか。うわ、ちょっと待って、それもありえない。それはありえぬ。また動かなかった。いやでもな、結局このハテナでなんとかしなきゃいけないしな。回復お願いしよう。超回ナイス。うわ、もうこのまま帰ってもいい気がするんだけどな。ロックオンがやだな。なので上かな、行くとしたら横動きがね、カレンさんダメなので動かないんかい。ロックオンされたとして逃げ切れる？いや辛いよね。もうこのまま帰りたい。でも進藤さんとかもろもろ相手、もう潰すか。まずここマイナスラッキー。進藤来いや、進藤来いや。チキンになるな。チキンになってんのは俺か。進藤さん行っちゃうね行っちゃうね行っちゃうね。
おお、戻ってくる。ナイス。ツーシームがある。あ、強。あ、強。あ、強、強。599。559。これはまあまあまあ、カレンさん。カレンさん回避しつつ、選手に会えたら、ラッキーよ。ナイス。コントロールか。まあまあまあ、A ランク573。コナミだ、今。あ、でもな、赤マス踏んで、落としちゃうな。シャッフルして、ここに赤マス来ないことをお祈りしよう。赤おにぎりだったら、積み積み。ラッキー。これ勝ったっしょ。これ勝ったっしょ。これ勝ったっしょ。きたー。宝箱だったらよかったよね。これだ。これがコナミだ。待ってよ。そうだよね。そうだよね。いや。はい。ということで、爆豪さん。まさかまさかの超絶大エースになりました。これはお強い。ヒロアカを見ろと、コナミさんが言ってるかのようだ。それでは、各種設定、行ってきましょう。はい。各種設定してきました。顔設定、背番号は11。誕生日は4月20日。いかがだったでしょうか。圧倒的大エースになりました。特殊能力が寂しいんですが、緩急があるだけ強いと思う。タイピン対左 C もいい感じ。最後、青マスがなくなったのが悔やまれます。ということで、今日はハンターハンターのゴンさん、そしてヒロアカの爆豪さんを作成しました。次回はデスノート、そして約束のネバーランドのキャラを作成したいと思います。どのキャラクターを作るのかお楽しみに。それではまた次回のシリーズでお会いしましょう。バイバッチ。